お世話になります、ひとりでございます。8月18日水曜日、ポケモンプレゼンツが放送されましたね。そこでめちゃくちゃ大量の情報が公開されましたが、その中でもゲームフリークが開発するとめっちゃ強調されて紹介されたポケモンレジェンズアルセウスの内容は全部が新しく興奮した方は多いことでしょう。その中でも今回はポケモンレジェンズアルセウスの衝撃の真実をまとめてご紹介したいと思います。舞台もともと神王地方の昔が舞台になっているとは言われており、それはやはりそうで、ただその昔っぷりが少し具体的に明かされました。遥か昔、まだ人とポケモンの暮らしが分かたれていた時代の物語。ということで、説明によるとまだ人とポケモンが生活するのが珍しいことだったみたいです。実際普通のポケモンシリーズだと街の至るところにポケモンを連れた人たちはいますが、ポケモンレジェンズアルセウスの村ではほぼポケモンを見かけません。その時代設定の時点でめちゃくちゃ衝撃的ですよね。そして神王地方の名前自体も当時は違った呼び名で、その当時は翡翠地方と呼ばれていたみたいです。ただちゃんと天眼山があって、おそらくコトブキシティの前身の存在であるコトブキ村があったりするんですよね。いや、なんでコトブキとかは一緒なのに翡翠地方って名前だけ神王と全然違うのって感じですが、もしかしたらこの辺りも名前が変わった理由がストーリーで関わってくるのかもしれませんね。で、このコトブキ村には銀河団の拠点があるらしく、ダイパではトバリシティが本部でしたから若干違う場所にあったり、組織自体もコトブキ村の調査隊、医療隊、警備隊で構成されていて、どうやら村に必要な善良な組織っぽい感じなんですよね。先ほどコトブキ村ではポケモンを見かけないと言いましたが、この銀河団だけは部屋内にポケモンがいたり、警備隊がポケモンを連れているシーンがあり、この銀河団がポケモンとの暮らしの先駆け的な存在だったんでしょうね。なのでこんな素晴らしそうな銀河団がどうやってダイパでの悪の組織的銀河団になったのかという点も気になるところですね。ちなみに銀河団の建物にはコイキングとマタドガスっぽいのがあしらわれているんです。コイキングは普通っぽい感じなんですが、マタドガスはなぜかガラドの姿っぽい感じであしらわれているんですよね。これってどういうことなんですかね。映像の中ではガラルの姿のモタドガスが野生で出現するシーンとか特になかったですし、もしかしたら何か裏でガラルと神王に大きなつながりがあるのかもしれませんね。ストーリーについても冒険の舞台と同様に基本は今までのポケモンっぽいですが、かなり新しくなっています。まず主人公はなんとおそらく銀河団に所属しているであろうラベン博士から御三家をもらって冒険を始めることになります。まあ先ほども言った通り、当時の銀河団は善良っぽいんですが、銀河団からもらったポケモンで冒険を進めるなんて今までのポケモンシリーズをやってる人からすると衝撃的だと思います。でさらに主人公は銀河団の団長デンボクに調査の素質を見抜かれ、調査隊として銀河団に入団してストーリーを進めていくとのことです。これをかなり当たり前のように解説してますけど、我々からしたらええって二度見しちゃうような内容でしたよね。で調査隊の隊長島星という人物がなんと主人公の成長を応援してくれる存在で、不思議すぎる内容です。まあでもな、一部の人の間の中ではなんかロゴマークみたいのが銀河団と似てるみたいな考察もあったみたいですけどね、もともと。そして具体的には調査隊として図鑑完成を目指しポケモンの生態を明らかにするのが目的のようです。でさらに普通のポケモンシリーズだったらジムリーダーを倒していくっていう目的もありましたが、ポケモンレジェンズアルセウスではコトブキ村を拠点にタスクをクリアしていくのがメインとのことです。ベースキャンプでモンハンみたいに準備して、道具を準備してタスクをこなして村に戻って依頼主に報告してクリアらしいです。でしかもどうやら先ほどポケモンの生態を明らかにするとありましたが、図鑑の中でもタスクがあり、これもクリアする必要があるみたいです。まあ、それもそのはず、先ほども言った通り当時はポケモンと暮らすことが珍しい時代ですから、こういう生態をじっくり調査することも目的の一部になっているのでしょう。ただこれ内容をよく見ると、地面タイプの技で倒した数とか噛みつくを見た数とか、正直興奮している今の状態ですらめんどくさそうって思ってしまうような内容ばかりです。まあ多分これはそんなストーリーとは関係ないのかもしれませんが、全クリが相当大変になるかもしれませんね。まあそういう意味でも衝撃的な内容です。ボス戦、これは明確に明らかにされてはいないですが、映像を見るにおそらくボス戦みたいのがありそうな感じでした。映像では大木におそらくアルセウス関連のエネルギーみたいのが落雷的に落ちていき、そのエネルギーの影響でポケモンが悪に目覚めて人を襲うようになるみたいなニュアンスでした。実際博士もポケモンは怖い生き物ですと言っていて、このあたりもタスクになるのか自然発生的に起こるのかは不明ですが、ストーリーに絡んでは来そうです。
しかもその悪に目覚めたポケモンたちは赤い目になっていて主人公を襲ってくるシーンがあったのですが、それはもうガチのアクションゲームさながらでした。ポッケンみたいなスムーズさでリングマが襲うシーンはもはやポケモンじゃなくて笑ってしまいました。ぜひこれは一度映像で見てみてくださいね。ただこの悪に目覚めたポケモンたちも最終的にはポケモンとかで弱らせて捕まえることができるっぽく、捕まえてクリアみたいになりそうな感じでした。実際映像ではその襲ってきたポケモンたちと仲良く過ごす場面が出てきて、それもストーリーに関連してくるのでしょうね。新ポケモン、これはもう誰もが興奮するような内容で、実際みんなもうすでに盛り上がってて、ほとんどの方知ってると思いますが、ポケモンレジェンズアルセウスでは新ポケモンが登場します。まずはアヤシシで、こいつはオドシュシの進化らしくめちゃくちゃ神々しいポケモンですよね。で次はイダイトウというポケモンで、こいつはバスラオから進化したポケモンです。なんかメガギャラドスの面影がありますが、やっぱもう新ポケモン補正で何でもかっこよく見えますね。そして今回の舞台である翡翠地方の姿、翡翠の姿のガーディも登場するとのことです。こいつは炎岩タイプらしいですが、全く岩タイプに見えないですよね。私だけじゃないですよね。でそして我らがイケメンポケモンウォーグルの翡翠の姿も登場するとのことです。はい、かっこいい。ということでこれはもう言うまでもなく衝撃的ですね。まあこの新ポケモンについては詳しくは別の動画で解説していますので、そちらご覧いただければと思います。ゲットの方法、出現するポケモンが場所によって違うのは普通のポケモンシリーズと一緒で、違うのはゲットの方法です。普通はポケモンとの戦闘シーンに入ってゲットするって感じですが、オープンワールドの状態でそのまま捕まえることができます。ただポケモンによっては逃げちゃうやつもいて、草むらに隠れてボールを投げて捕まえたり、気性が荒いポケモンとかは技の選択肢からちゃんと技を選んでバトルする、いわゆる普通っぽいポケモンバトルをして弱らせて捕まえることもできるとのことです。まあイメージで言ったらサファリゾーンに自分のポケモンを連れて行けて、ボールを投げるとかの選択肢の一つにポケモンで相手に攻撃するという選択肢とかがあるイメージですかね。まあでも多分結局何もせず捕まえられるポケモンは最初だけで、アトロンは結局戦って終わらせないとゲットできないポケモンばっかで、結局ほとんど戦うことになるんでしょうね。とはいえ今までのポケモンと比べても新しすぎるシステムで、もうおっさんの私にはこのシステムについていける自信がないレベルで新しいです。なんならちょっとやるのが怖くなるくらいですね。バトルシステム、基本はオープンワールドの状態で強制的なバトルはなさそうな感じでした。もし戦いたかったらオープンワールドの状態で手持ちのモンスターボールを相手の近くに投げてバトルがスタートし、普通のポケモンシリーズでは交互に攻撃し合いますが、素早さが速いだけ連続で攻撃できたりもします。しかも技を選ぶとき、早く攻撃できるが威力が低い早技、威力が高いが攻撃が遅い力技の2種類の選択肢があり、どっちかを選べます。いやここも新しくするかっていうくらい全然違うシステムになってますね。でも確かに普通の野生のポケモンとのバトルって結局ストーリー中って逃げることは多いですから、まあこんくらい新しい要素を入れちゃってもいいかもしれないですね。なお基本的に体力はベースキャンプで回復するらしく、ポケモンセンターは存在しないみたいです。まあそれはポケモンと暮らすことが珍しい時代ですから、ポケセンがないのは当然ですけどね。まあ、ただ普通にキャンプの中でポケモンと人間が休んで回復するって実際にリアルに想像してみると生々しいですし、めっちゃ時間かかりそうですよね。ポケモンセンターチートすぎるでしょってなりますよね。まあ、ちなみに普通のオープンワールドの状態で主人公もポケモンから攻撃されることがあるらしく、ちゃんと攻撃を受けて倒されるシーンがあったのはさすがに笑ってしまいましたね。ボールの正体、以前から話題になっていた昔っぽいモンスターボールですが、今回の動画でちゃんとモンスターボールと判明しました。野生のポケモンに投げて捕まえるための不思議なボール、材料を集めてクラフトで作るって不思議なボールっていう設定なんですね。当時はまだ捕まえるのが珍しいことだから多分こういう説明書きなんですかね。もう一つヘビーボールの存在も判明し、重たくて飛ばないが油断しているポケモンに当てると高い捕獲性能を発揮すると書いてありました。でスーパーボールっぽいのも使ってるシーンがありましたね。スーパーボールなんで超かっけ。クラフト機能、これはベースキャンプで使える機能らしく、どっかに行ったりする前の準備の際に道具を作れるという機能です。ちなみにモンスターボールはボングルの実と玉石でできるみたいですね。ヘビーボールはボングルの実、黒色玉石で作れるとのことです。ちなみにルカリオが木を蹴って木の実を落としていたので、こうやって実を拾っていくっぽいですね。リアルに即した演出で素晴らしい限りですね。ポケモンライド、この名称は私が勝手に言ってるだけですが、ポケモンに乗って地上をかけたり空を飛ぶ
波乗りできるみたいですね。しかもオープンワールドでそれができるみたいで、縦横無尽に大地を駆け巡る様子はまさに圧巻でしたね。ライブ配信中のコメントでは、ブレスオブザワイルドだっていうコメントがめちゃくちゃ多かったですね。私は怪しいに乗ってゴルダックの攻撃から逃れるところなんて、なんか今までのポケモンとかけ離れすぎてて笑っちゃいましたよ。何をやっとんねんいう感じですよ。波乗りとかもハーレーを乗ってるかのようにしてて、滝登りっていうか滝下りもやばいくらいの光景で私は感動しました。いや他の要素なしでポケモンライドの要素だけでなんかゲーム作れるだろうっていうくらいです。今までのポケモンでもあったっちゃあった要素ですが、そのグラフィックがいい意味で異常で衝撃的でした。ポケモンホームとの連携、急にメタっぽく生々しい話になりますが、ポケモンレジェンズアルセウスは2022年にポケモンホームと連携することができます。いやこれはマジでめちゃくちゃ朗報ですね。ポケモンレジェンズアルセウスはゲームフリーク制作ですが、今までと要素的に近いすぎてポケモンホームとは関係なくなるんではと考察されていたりしましたが、まさかの連携ほぼ確定というのは衝撃的にありがたいですね。ランクバトルで最後、ランクバトルはポケモンレジェンズアルセウスでは実装されないとのことです。まあさすがにそうだろうとは思っていた方が多いと思いますが、ダイパリメイクの方でも実装されてないとのことで、しばらく剣盾のランクバトルが続くみたいです。先ほどのポケモンホームとの連携がほぼ確定的ということもありますし、将来的には翡翠の姿のポケモンや怪しいが剣盾のランクバトルで使えるってことですかね。だと思うのが、ランクバトルが剣盾で続くということは、さらなる新作が出るまで剣盾環境であるはずで、今年はゲームフリークはポケモンレジェンズアルセウスの制作とかで忙しくて新作には手をかけれてなさそうだし、でもしかしてまたワンチャン剣盾 DLC あるんじゃないでしょうか。まるっきり新作は視点的に厳しそうだから、 DLC で完全新作までつなぐっていう、そういう次回作の考察ができるという意味でも、このランクバトルがなしという情報は非常に衝撃的だと思います。ということで今回はポケモンレジェンズアルセウスの衝撃的な新事実について解説させていただきました。この作品についてはいくらでも語れそうですね。決して誰にもアルセウストラトンが違うなんて言わせませんからね。テロリストじゃない。